渡辺は昨日は浅見の行為から寸前差し切っての一着取りを決めています。中段関東ラインで後方から6番手動く中部近畿勢、5番の山本隼人と3番の時貫太、これらが前に出まして残り2周回、5番の山本前を抑えて先頭に立ちましたが、4番の浅見俊も主導権取りに出そう。浅見海、そして渡辺と関東3人が前に出まして、そして後方から6番の門脇翼も仕掛けていきました。門脇のジャン先行、1番の海が一度張りましたが乗り越えていった6番の門脇、2番の植木、そして後方から5番の山本隼人も巻き返しに転じてくる。4番の浅見俊は多少立ち遅れまして5番手まくり勝負になりました。5番の山本、3番の時と中部近畿勢抜け出して3番手6番の門脇、その後5番手まくっていく4番の浅見俊ですが伸びはどうか。中部近畿勢のペースで最終バックを通過しました。先頭5番の山本、番手絶好となって3番の時、そして3番手の外4番の浅見俊と、内から2番の植木和弘を追ってきた。さらに1番の甲斐康明が外から追い込んで甲斐康明ゴール。2着3番時貫太。